はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、牛乳は噛んで飲んだ方がいいと聞いたことはないですかね。今日はね、それによってね、体に関わってくる大切なお話をします。その前にちょっとね、僕の話なんですけども、最近というかね、どれぐらいになるでしょうかね、流動食をかれこれ1ヶ月以上、2ヶ月以上かな、それぐらいの期間はね、食べてますけども、野菜スムージーといえばかっこいいんですけど、そんな洒落たもんちゃうんであれなんですけども、まあ飲んでるんですよ、とりあえずね。飲んでると言っても、まあ噛んでないわけちゃうんですよ。ほんでしっかりと噛んでおります。噛むと言っても噛み応えは全くないんですけども、スムージーなんでね。最初にお話ししたんですけども、その僕ら世代の人っていうのは小さい頃に牛乳を噛んで飲みなさいって言われたことあると思うんですけども、それとね、同じ感じでちゃんとね、咀嚼はしております。こうカブカブってね、こう噛む咀嚼はしております。そしてね、噛むと本来ならばね、体はね、唾液をたくさん出すんですよ、口からね。まあ僕は口の中の粘膜障害で、唾液の分泌が皆さんほど出ませんので、すぐに口の中が乾燥してしまうんです。まあそんな大事なね、唾液を分泌するためのね、咀嚼についてなんですけどね、石川県のね、金沢市医師会というところがですね、よく噛んで食べましょうというのをキーワードで咀嚼についてのお話をされてましたので、今日はその話をね、していきます。その牛乳もね、流動食もね、噛んで飲むとなぜいいのかっていうのがね、最後まで見ていただけたらね、理解できると思います。よく咀嚼するということは、ゆっくりと時間をかけて食べ物を味わうことです。食べ物は味覚だけでなく、視覚、嗅覚、触覚など五感で味わうものです。よく噛んで食べると、それだけで体が健康になります。咀嚼回数が多くなると唾液がたくさん出ます。この唾液には体に有効な働きをする成分がたくさん含まれています。咀嚼の働きをまとめると、咀嚼はですね、食べ物が胃で栄養として体内に消化吸収されることを助けるために細かく砕きます。咀嚼の刺激により殺菌消化吸収作用を高める唾液が分泌されます。ムチンという成分は食品を飲み込みやすくする以外に、食品の刺激を抑えて胃の負担を軽くします。アミラーゼという成分はデンプンを分解します。ガスチンというのは味覚を敏感にして食事を美味しくします。リゾチウム、ラクトフェリンなどは侵入してきた細菌をやっつけます。咀嚼の刺激は脳を経て胃に伝わり、咀嚼運動に見合った胃液が分泌されます。頭や骨や筋肉の発育を促進し維持します。正しい咀嚼を繰り返すことにより、表情が豊かで歯並びの綺麗な人間らしい顔ができます。そして肥満を防止します。よく噛んで食事をすることにより、唾液が多量に分泌され血糖値が早く上がります。その結果、満腹中枢に働いて空腹感が満たされます。肥満や糖尿病の予防にもなります。次に脳を刺激します。咀嚼運動が刺激を脳に連続的に伝え続け、脳が活発に機能し、眠気が抑えられ、反射神経が鋭くなり、記憶力、認識力、思考力、判断力、集中力、注意力などが高まります。またよく噛む子供は脳の発育を促し、老人は痴呆症の予防にもなります。噛む時に使う筋肉がよく活動していると、大脳の機能である記憶、認識、思考力、判断力、集中力が高まります。噛むことによって EGF、表皮成長因子と呼ばれるホルモンは細胞分裂を促進します。よく噛んで EGF がたくさん分泌されると、新陳代謝が活発になり、体が若返ります。そして最近の研究で、咀嚼をたくさんすることによって発がん物質の働きを抑制、視力低下を防止、骨粗鬆症の予防などに効果があることが分かってきましたと、金沢市医師会が話してました。ちょっと長くなりましたけどね。まあ、噛むことによってね、これだけでいいことがあるんですね。まあ、噛むといっても、もちろん歯で食べ物を噛んで潰していくのがいいんですけども、その咀嚼という、もぐもぐもぐという、その口をね、動かすことがね、大事なようです。
なのでね、流動食も飲んでますけど、それなりにもぐもぐとね、口を動かして飲んでるので、多少はね、僕も唾液を分泌して、唾液に含まれる成分がね、流動食を分解してくれてるはずなんです。まあ、最初にお話ししたようにね、牛乳も流動食もよく噛んで、よく咀嚼して飲むというのは、ちゃんと体の成分がね、飲食物を分解させてくれるためだったんですね。小さい頃から最近までね、病気するまで言われてましたわ。よく噛みなさいってね、お母さんに。結婚するまでね、実家暮らしだったので、記憶の中ではね、結婚する直前までお母さんにね、注意されてたような気がします。まあ、皆さんも、これらの理由からね、よく噛むようにしてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。